自分らしさ、それはこれまで歩んできた道の上に形成され、自然と表現されるものだと考えます。今回は自然の中を歩み、感じた思いを込めた一皿を考案します。まず、トマトコンソメを80度まで上げ、乾燥させた柿同士の葉っぱを入れて香りを移します。その柿同士のコンソメをコンポート用とソース用に分けて使用します。トマトを炙り、皮を剥き、コンポート液に2日間漬けておきます。ソースは柿同士のコンソメに塩、レモン汁で味を整え、ジェルクレームで濃度をつけてソースにします。器にフロマージュブランのクーリー、その上にトマトのコンポート、柿同士のソースをまとわせるようにかけ、杉とカヤのピクルスを添えます。仕上げにオリーブオイル、マリーゴールの花と葉っぱ、ダリアの花を乗せて完成です。柿同士は普段散歩していたら道端に生息しているような植物で、乾燥するとハーブの甘やかないい香りがします。普段身近にありながら知られていないというだけで無価値なものになってしまう、そんな食材を通して僕は大切なものは身近にあるのではないかというメッセージを伝えたいです。木が成長するには300年かかります。その過程になる新芽や実が素晴らしい食材になり、それを僕たち料理人が使用することでまた森が豊かになる、人と自然が共存し共栄する、そんな思いを込めて。